はい、こんにちは、山城と申します。すいません、今日はね、ちょっとね、告知の方をねさせていただきたいなと思います。まあ、政治関係なんですけど、あの四日市市でね行うイベントの告知なんで、ちょっと4つ目のこっちのメインチャンネルでねさせてもらいます。で、また詳細はね、サブチャンネルの方でね、詳しくやろうと思いますからね。まずね、こちらの方で簡単に説明させてください。参政党っていうね、政党がございましてですね、まあ、私も一般党員として参加している党なんですけど、そちらの方でですね、イベントの方、開催させていただくことになりましたということで、ね、タイトルがですね、政治セミナー知って得する地方議員の使い方というタイトルで行います。場所がね、四日市の市民ホールじゃない、四日市の文化会館ですね、で、行わせていただきます。3月13日の土曜日ですね、13時から、16時半というふうになっておりますということですね。参加費用にちょっと500円かかるんですけど、内容としてはあの、ね、政治 の, あの専門的なことをあのセミナーとして学びましょう、要は議員になりたいような人が、ね、集うような専門的なセミナーとか、そういうのではなくて、一般の市民の方ですね、これは四日市市以外の方でも大丈夫です。あの四日市の市議会をあのテーマというかね、あの題材にして、内容はね紹介させてもらいますけど、他の地方議員のところでも、どのね市町村でも基本的には同じような仕組みでございますので、全然あの学べるところはあるんじゃないかなと思います。で、まあいろいろとね、その中でセミナーを通して、いろいろね意見交換とかしたりとか、あとはですね、伊藤正史先生というね、四日市の市議会議員の、方が見えまして、この方がですね、あの参政党のもすでにあの公認 候補じゃなくて、参政党の公認の議員さんということでございますね。実際にも議員として活動の方をされていられる方がいますので、そちらの方に実際に、じゃあ、あの市議会議員の人ってどういう仕事をしているのかとかね、あまりね、その市議会議員ね、市議会議員選挙とかやってるなっていうのはね、結構ね、分かってるか。いると思うんですけど、実際に何をやってるのかと言われると結構ねピンとこないことが多いかもしれません。まあ、あの結構ね市議会議員、あのこの地方議員ってね結構ね大事なんですよね、仕事としては。あの直接あのね、あの市民、地元の方とつながるような仕事になってきますんで、意外とあの県議会議員とかと比べると意外と市議会議員の方がね、いろいろと予算で扱うようなこととかもね、非常にあの権限とか大きくなってきたりするようなこととかもあるのかなというところとかもね、いろいろとね、学べると思います。で、あのそんなね、あの勉強しに行かなあかんようなところなんかっていうふうにね、あの難しく考えなくていいです。あの私もね当日参加しますんで、ね、これがこれぐらいですから、あのサブチャンネルで、ね、あんな適当なことを言ってるね、政治チャンネルで適当なことを言ってるようなね人でもね、参加しちゃうようなね、気軽なイベントだと思ってですね、参加していただければと思います。まあコロナ禍を乗り切るために、政治が今のままで良いのでしょうか。今私たち、市民地方議員には何ができるのか、四日市市を事例に、皆さんのと共に考えますということですね。今まで政治に興味がなかったという方もぜひご参加くださいというふうにね、も書いてますので、ぜひね、あのお気軽にあの動画を見てね、ちょっとでもね興味持っていただいた方、あの難しい話、じゃなくて、あの全然ね政治ね、なんか選挙権って何みたいな、ね、感じでもね全然大丈夫です。そういう方がねむしろ来てくれた方がね、我々としてはねありがたいで、で、あの別にあの来たからといったら党員にならないといけませんよとかそういうようなの一切ありませんので、今回のあのあくまでも参政党として、あの一般の方にね、あのあ選挙ってこういうことなんだとかね、議員の仕事ってこういうのやってるんだっていうのを、まあ、あの啓蒙活動というのかな、させてもらおうということでね、それでね、少しずつね、こういろいろと出てきたらなと。で、いろんな方が参加してくれることによって、あの政治っていうのは絶対どんどん良くなっていくというね考え方でやってますので、あの全然ね、あのいやなんか政治をやるっていうと、なんかちゃんとした知識を持ってる人じゃないとダメなんじゃないのとかで、そんな全然ありませんのでね、あのこれですから、これで参加してますから大丈夫なんです、ね、全然皆さんの方は多分まともですからね。ということで、参政党の有志と、いつも生き生き四日市の会って言ったら伊藤正史先生のこれ講演会ですね、の方で、主催の方をさせてもらいますということでございますね。で、問い合わせ先とかで、ポスターに貼ってあります。また、リンクとかも貼っておきますの で申し込みね、あのまたリンク、この説明欄にも貼っておきますので、そちらを見ていただければと思います。また詳細はね、
サブチャンネルの方でね、やりますので、ね、そちらをご確認いただければと思います。ということでね、これを動画ひとまずこれで、ね、締めさせていただきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひね、皆様のご参加お待ちしております。